LC ちゃん幼児になってないか。考えたら多分やらかすよ、LC ちゃん。偉いすぎる、この子。本当に悪魔、天使じゃない？あ、みんな逃げちゃう。そうか、よかった。家庭は壊されてなかったです。はい、どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、神のみぞ知る世界2第8話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。神のみですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第8話ということで、クラシックリアクションシリーズアンケート部門、続いてやっていて、ついに2期も終盤戦に差し掛かろうとしているというわけではあるんですけど、まあまた、今回どうなっていくのか、千尋ちゃんを攻略してまた新たなあの先生みたいな人とついに出会っていくのかどうなのか、いろいろと気になるところではあります。ただね、やっぱりね、3話構成というか、やっぱり1ヒロイン3話ぐらいが基本なのかなっていうところだから、まあ多分もうどんどん出会って畳みかけていただきたいなというふうに思いますので、あの先生はすごい気になるんですよ。やっぱり僕も大人ですからね、みたいなところがあります。はい、というわけで何を喋ってるのか分かりませんけれども、やっていこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて、初めてのお使いって書いてあるんだけど、エルシーちゃん幼児になってないか。うん、なってないね。リアルに前向きになってない。お、うん、あ、そうなんだ。そうなんだ。なるほど。今回は、お茶目会っぽいです。あはら、怖え。ああ、エルシーちゃん引くだけで許してくれるの。かわいいな。エルシーちゃんのこの、なんて言ったらいいんだろう。このさ、ケーマを見守るこの、制裁感がえぐいよね。神様、みたいな。それでも好きなのみたいなことを思ってくれてるんじゃないかな、なんていう風に思っております。ぐるぐる回る、ぐるぐる回る、ぐるぐる回る。ここ邪魔だな、ちょろちょろ。さあ、寒くなってきて、アンケート部門も温まってきている。外は寒いけれども、アンケート部門は温まっております。かゆい。さあ、先生、この先生絶対可愛いんだけど、マジで。で、もう過去キャラ出てくる可能性がちょっとにじまれてきたので、みおちゃんお願いします。僕待ってます。青山さん？財閥のお嬢様？おいで。金髪ツインテの可愛い子？神のみぞ知る世界2。レッツゴー。あ、買いに行く？はやっ。すごい、もうな、セグウェイのように。あら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 。まあ、隣町なら近い方じゃない？あ、で、あら、まあ、そうだろうね。だいぶ後だね。それはそう。正論。まあ、確かにね。あ、24時間営業。あら、格ゲーもある。ラブマイナス。オジマップ、ソグマップってこと？うん。クマゼミの鳴く頃に。あら。お？あ、全部違うね。あら？書いてる人が同じってことなのかな？
あ、やば、あ、あ、ときめもある。後ろに。なんだ？やばいやばい、危険を感じた。危険を感じた。あら。やばいな。そういう言い回しで。落ちた？逆の方がいいんじゃないかな。あら、ちょっとときめいちゃった？かわいい。で。メモ渡してこれって言わせた方がいいんじゃない？多分考えたら多分やらかすよ、エルシーちゃん。失われし D を求めて。カツラギ D ケーマだったの？うん。階級闘争。そんな勢力がいるの？うん。はいはいはい。あ、やられちゃったー。やられちゃった。あ、立ち上がる。完全にマザー感があるけど、ドットが。あら、お、ファミコンの時からあんの？あら、かわいい。あらあらあら、そうね。やばい、押し返してる。やばいやばいやばい、最高フレームの輝きが。やばい、押していく。最高、これが最高フレームの輝き。確かに 2D プラス1 Dream 3D です。やばいやばい、理解が追いついてない。さて、あらペロペロ舐めてる。あ、飴を。うん。ハンコへ。すごいな。それ悪魔の言葉だと思う。とりあえず買うわ。僕もソシャゲでとりあえずガチャして新キャラは手に入れるタイプでした。あら、めちゃめちゃ生き生きしてるね。妹十字軍って書いてあったけど、うん。うん。あれでしょ？結構上級じゃない？はあ。エルシーちゃんがやる気な時って大体、そうね、あの家庭ぶっ壊してるからね、エルシーちゃん。そうね、首飛ぶね。あら、この授業してたらもう、メモ渡してあげた方がいい。で、メモ渡してこれってもう店員さんに言った方が早い気がする。お、あ、あるじゃん。え、わかんねえ。え、わかんねえ。え、一番高いのでいいんじゃないの？この、あれ、どれだ？どの子だ？すごいな。な、ど、あの、危ないところだった。え、全部買う？対処分セール。
こんな宝の山が。ギャルゲーをそんな風にしないであげてほしい。ちょっとかわいそう。お？ワンリーフ。ババーン。ちょっと大丈夫か？大丈夫か？なんかバグゲー集のするパッケージなんだけど。さて、これどれなんだろう？一番左っぽいよね。そうね。でもヒロインが、まあ、全然ある。多分今回に限っては全然ある。ヒロインが、って話だったよね。そうだよね。あ？ガールズサイトって書いてある。男だ。ガールズサイトだ。あ、乙女ゲーだ、こっち。じゃ、これじゃないんだ。じゃ、こっちじゃないな。うん。あらー。かわいい。さあ、どっち、え、じゃあ高い方買えばいいんじゃない？消されたヒロインがいるって言ってるけど。うん。いや、高い方買っとこう。あ！お金ある？大丈夫？え、でも。あ、お金。ん？あ、あ、ちょっと待って。これじゃない？初回版だ。33,600円、高っ。え、でも、偉いすぎる、この子、本当に悪魔、天使じゃない？え、でも正解じゃない？正解引いた？神様と叫ぶ、羽衣を背負った女の子。うん。でももう、それ以外なくない？そう、あー、DVD なのか。いや、わかんない、わかんない。これ無理だ。わかんない、わかんない。俺もそれ買ってるもん、多分。ん？これがラブティアーズ？いや、これは、しょうがないね。お？買ってる？すごくない？すげえな。これ優しさなのかどうなのか、取り越し苦労なのか。そうね。ちょっと、追いつけないと思う、誰も。まあ、まあ、どうだろうね。見てみないとわかんないわ。共感する気持ちもあれば共感し、できない気持ちもある。これはちょっとやばいな。ちょっと、兄様だいぶやばい。やばい。ゲームが、ゲーム三昧。あ！かわいいのも来たね。あ、やばいやばい、家庭が壊れる、家庭が壊れる。やばい、マニュアルに従ってる。あ、やばいやばい。レディースの血が。家庭が壊れました。二度目。刺激しちゃいけない人を刺激してる。
そうね。言うてる場合かっていう状態。さあ、ハクは何しに来たの？あ、始末書？なんで？あ。あ、そうね、取るに足らない失敗ね。まあ、それ取るに足らない失敗で号泣してたけど。あはは、痛い。あえて嬉しいな、ほんと。でで。あ、で。今日はやりません、店主。人をやるので。うん。はいはい。なるほど、振り返りか。すごいな。始末。すごいな。ああ。なるほど、とにかく。それは言わないであげてほしい。すごい、吊るされてる。ああ。すごいな。どういうテクノロジーなのこれ。あはははデメてる。うん、到着。どういうこと？あはははやばいやばい、悪魔二人が可愛すぎる件について。違う、大陸横断なんとかクイズになってる。あら、そうなの？そんなやばいの？まあ、やばいだろうな。何体いて。マジで？じゃあ、危ねえ。ちょっと、セクハラしそうになった。あら。ああ。そこらへんね。少ないなぁ。2000年かかるぞ。あら。けど、うまく扱われてる感じがあるな。飛んでるな。すごいね、正確に覚えてるな。そうだよね、でもスペックがバケモンだからな、ケーマ。それ意味ある？さて、省いてるよ。捕まったこと省いてるよ。飛んでる。逆だな。かわいいな。やばい。
やばい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 。やばい、テクノロジーの乱用。あ、あ、この子本当に優秀なのか。この子本当に優秀なの。お？あらら。あの最後の命令をすべて聞いてしまっている。かわいすぎるな、ハクア。あ、やばい。やばい、脳が破壊される、エルシーちゃんの。そっち。あー、あてててててて、あつあつ、あ、みんな逃げちゃう。やばいやばい、と、痛い痛い痛い、お盆で殴らないで。とんだ騒動だね。本当に何しに来たんだっていう状態だけど。そうね。あら。あら、握手。あ、握手したいな、マジで。握手したいな、マジでって、本音が出ちゃった。いいね。いがみ合いながらも。まあ、でも。かわいい。これは何デレって言うんだろうな。うん。ああ。エルシーかケーマ。あら。エルシーちゃんの矢印が非常に強い。あ、やばい、ちょ、家庭が壊れます。あ、離婚してなかったな、まだ。何？何そういうとこ見せんの？お母様。ハクアも面白いなっていうか、もう悪魔がね、割とみんなすっとんきょうなんだよな。そうか、よかった。家庭は壊されてなかったです。僕は常に家庭が壊れたものだと思っていたよ。いいね。ハクアいい子で超可愛いな。でも多分、今まで尊敬されまくってきた分、本当に尊敬できるケーマを見て、結構矢印なんだろうね。まあちょっとバケモンスペックだからな。ちょっとケーマに関しては。さあ、あとはこの人だ。教育実習生か、先生か。どっちにしろ多分、生徒とのコミュニケーションがうまくいってなくて悩んでるとかじゃないの？そうなった時にどう攻略するんだろう？多分、新たなコンプレックスだと思うんだよな。先生らしくないことがすごい辛いのっていう。まあ、その先の話をしてもしょうがないからねっていうところであるんだけど。いいな、でも、エルシーちゃんからもなんやかんや矢印なんだよね。私の方が長くいるからっていう。多分そういうところなんでしょうね。エルシーちゃんが聖域になってる分ね、なかなか難しいところであるよね。さて、あら。永瀬先生。ない。ないと思います。あら、ゲームですよ、ギャルゲーも。あ、ギャルゲーは人生だから。ギャルゲーは人生だから。は
い。というわけで見終わったわけなんですけれども、いいですね。いいですね。やっぱ悪魔コンビもいいけどさ、この悪魔コンビフラグ立たなそうなんだよね。どうなんだろう、立つんですかね。どうなんでしょうね。なんかすごいやっぱり気になるところではあるんですけど、やっぱりさ、3期だっけ ?3 期のタイトルが女神編だからさ、なんか悪魔も恋愛対象になってきそうなんだよな。なんか人間だけじゃなくなってきそう。なんか。それこそやっぱりね、天使とかなんか、人外ともなんかフラグが立ちそうな雰囲気があるんですけど、大丈夫ですかね。で、最終的にやっぱりエルシーちゃんみたいなところがあるのかな。どうなんでしょうね。今んとこやっぱり部分部分では繋がってるのかな、繋がってないのかなっていう感じのお話ではあるんだけど、ただ、やっぱり全体のストーリーとしてはどうなのっていうところではあるわけじゃないですか。言ってしまうとこっち亀に近いわけですよ。1話完結型、なんか、それなりの、何ストーリーが完結している、ある種オムニバス的なお話になってはいるんだけど、これって全体の筋あるのっていうところが、今のところやっぱりはっきりしてこないところ。でも、やっぱりなんか悪魔が出てきたり、新しいキャラがいっぱい出てきたり、なんか筋みたいなものはあるんだろうなっていう感じはするんだよね。このかけ玉を集めていく中で、ケイマが成長していったりとか、なんかエルシーちゃんがいろいろと考えてみたりとか、なんかやっぱりなんかギャルゲーはどうなのか、人生なのかどうなのかとか、ね、やっぱり人生に必要なものみたいなものが詰まってたり、ケイマの足りる部分なのか足りない部分なのかみたいなところが詰まってたりだとか、そういうものもいろいろとあるので、これはやっぱりケイマの成長の物語にしていくのか、純粋にケイマがすごいよねっていう物語にしていくのかっていうところが絶妙なところではあるわけなんですけど、ただハクアもエルシーもこれはフラグ立ちそうっすね。この感じだとね、めちゃめちゃ可愛かったんだけどさ、ハクアは少なくともちょっと矢印だし、エルシーちゃんはそれを見てかなり嫉妬してるから、いや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 、いいな。なんかでも買い物をするエルシーちゃんめちゃめちゃ可愛かったなっていう風に思う。なんかエルシーちゃん可愛いよね。何あの癒し。癒しすぎるって、本当に。とてもとても幸せな癒しでございますっていうところではあるわけなんですけど。いや、いいなぁ。ぼーっと見てられるね。でもこれもね。いいですね。なんか、クラシックな感じがしてていいですよね。こう見ててね。なんか演出とかのコミカルな感じとかがさ、とてもいいなっていう風に思う。見ててすごい懐かしい気持ちになりながら追っている。ただ、やっぱり、エルシーちゃんのお使いに関しては、あれは難しいよ。仕方ないと思う。本当に。あれは無理じゃないかな。僕もそっち買ってると思う。ちょっと DVD かどうかはわかるけど、ただ、いや、DVD かゲームか、だってゲームがどういうものかもわかってない。みんなゲーム同じ顔に見えますよとか、そういうのもあったりなかったりしている女の子が、ゲームと DVD の区別つっかって言われたら怪しいところではあるよね。あれは仕方ないなっていうところ。まあ、ケイマもしっかり保険を利かせているならともかくっていうところじゃないかなっていうところであるんですけど、よくお金あるね。落とし紙のサイトを運営している、その、何アフィリエイトかなんかですごいお金持ってるのかな、落とし紙として。どうなんでしょうね。でもさ、なんかさ、ギャルゲーでやって生きていくんだ、みたいなこと言ってたけどさ、なんかケイマに関しては、やっぱりね、特に今の時代とか、広告収入とかめちゃめちゃあるからさ、なんか、なんか、ギャルゲーやってるだけで、なんかギャルゲーが廃れない限りは、永遠となんか、ね、なんか、小塚たちのトップに居続けることができるだろうから、多分、これ、あれするんじゃないかなっていうふうに思うよね。なんか本当にさ、リアル捨ててゲームだけでも生きていけるんじゃないかっていう説あるよね。いいな、いいな。なんか、改めてケイマの、なんかやっぱり、バケモンスペックっていうのが明らかになったし、ハクアやエルシーとのこのフラグが立つんじゃないかみたいなのもなんとなく感じれてきてるから、とてもいいね。ハクアのなんだろうね、あのツンデレじゃないけどさ、絶妙なところ、ポンコツ。ポンコツで可愛いな、なんか。なんか優秀だけどポンコツ。ああいうキャラってなんか属性ないの？なんか言語化できないけどそういう属性あるよね。なんかああいう可愛い感じ。なんか天然とは違うし、おとぼけでもないし、ねえ、ポンコツともちょっと違うじゃん。一応優秀ではあるじゃん、みたいな。いや、絶妙なところで、めちゃめちゃ可愛い回だったな、というところで。さあさあさあ、次回どうなっていくのか、いろいろと注目していきたいところですので、次回も楽しんでやっていきましょう。以上、神のみぞ知る世界2、第8話でした。バイバイ。